皆さんこんにちは、鉄道総合館です。本日は JR 東日本東北本線の矢吹駅に来ております。まもなくですね、あの車両がこの駅に到着いたします。大人気のあの車両です。ぜひ最後までご覧ください。交通費約1万円ですけれども、ちょっとでも皆さんに早く、そしていい動画をお届けしたいなと思いまして、お金をかけて動画作成をさせていただいております。では本日もよろしくお願いします。この駅に13時30分頃に到着して、かなりの長時間の停車があるようです。雨降ってますけど、まあ、しょうがないですね。もうすぐ到着です。さあ、時刻まもなく13時30分、そろそろ来るはずでございます。まもなく2番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。来ましたね。まもなく2番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。おお、かっこいい、すごい綺麗ですね。いいっすね、オレンジ。すごいピカピカですよ。側面は試運転の文字が。いやー、かっこいいですね。10号車の表記とともに、このオレンジのフレッシュ日立のマーク、禁煙マークもあります。編成は計3編成です。いやー、かっこいい。いいね、いいですね。ここまで来た甲斐がありますよね。見てください、床下ピカピカですよ。すごいな、さすが出場直後ですよね。車輪が真っ白。素晴らしいですね。ちょっとホームの手前で停車してますね。踏切支障しないぐらいの感じで止まっております。先頭もじっくりちょっと見ていきましょう。
すごい連結器もすごい綺麗ですね。素晴らしい。いやーいいですね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。いやー本当に似合いますよね、フレッシュスタチカラー。このオレンジ色が最後の出場になりますので、これで、青、赤、黄色、緑、オレンジ5色揃うことになります。そして先日 E653 系が勝田に戻るということで、水色になりましたので、フレッシュスタチカラーは全部で6色になりました。国鉄色の E653 系もいますので、それを入れると7色。すごいですね。多分特急列車の中で一番色の数が多いのではないでしょうか。すごい。グリーン車とフレッシュ日立のカラーの組み合わせもね、これはこれで新鮮ですよね。そしてホームの端っこには制限35の標識があって、でこの電車ですね、10両編成なんで長いのでホーム入りきらないみたいなんですよね。なのでホームからはみ出て停車をしています。これもまたちょっとレアな光景かなと思います。はい、ということで運転開始が楽しみですね。フレッシュ日立から、オレンジ色の出場を速攻でレビューさせていただきました。この動画が役に立った、いいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。ぜひ概要欄ご確認いただきご検討ください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。